はい、皆さんこんにちは、パーティーゲームです。ボヨーンということで、はい、レトロフリークを使ってスーパーファミコンのタイトルなんですけど、スーパーナゾピオルルーノルーというのをね、ちょっとお送りしてみたいと思います。そう、ルルーがメインアルルはついでみたいなそんな見た目ですけどね。はいはい、今作はですね、まあ皆さんご存知ぷよぷよシリーズから生まれた謎ぷよというね、シリーズ作品なんですね。まあいわゆる詰将棋、将棋でいうところのね、詰将棋みたいに、まあお題、例えば2連鎖しなさいとか同時に消しなさいとかね、そういうお題が出て、それをクリアを目指す、まあ謎解き形式のぷよぷよになっております。はいはい。で、今回はですね、こう、モードがね、実は結構ボリュームがあるんですよね。アルルのルー。これはもともとですね、ゲームギアか何かでね、もともと謎ぷよって発売されても、その時はアルルのルーという名前で出てます。多分それのリメイクに、という意識になるのかな。で、もう一個、ルルーのルーという、これが新しく、今作で追加されたモード。難易度は、まあ、アルルのルーの方が、まあ、標準的で、ルルーのルーはちょっと上級者向けになります。あと、連載の道とか、とことんぷよぷよ。まあ、とことんぷよぷよはね、いつも通り、一人でね、まあ、エンドレスにぷよぷよを楽しめる要素です。エディターは自分で問題を作れます。とかね。もう結構ね、しっかりした内容なんですよ。はい。で、今回は、アルルのルーとルルーのルー、頑張って攻略を目指してみたいと思います。はい。まあ簡単な問題がある間はね、バリバリカットしたりしてですね、進めていきたいと思いますが、終盤やばいんだろうな、多分昔の俺も解けなかった記憶があるからな。はい、ということでね、進めてみたいと思います。皆さんもね、一緒に頑張って、一緒に考えて楽しみましょう。あ、これは多分中古で買ったやつだから昔の人のデータが残ってんだな。じゃあ一番進んでるやつ、いや全部消しちゃえはい、はじめからいきます。食べきり美味しい最高のカレーが食べたいな。うん、アルルもカーワンクルもカレー大好き。食べきりのカレーはやっぱり食べきりの材料を使わなきゃ。お肉、人参、カレーのスパイス、それからああ、もう悩んでいてもダメだ。早速材料を探しに行こうっと。スパイスなんてね、逆に難しいけどね、使うの。あ、ルルー、何やってんの？あ、アルルー、あなたが外へ行くつもり？まあ、イライラだ。あ、そう。まあ、せいぜい頑張るのね。ふーんだ、やりたい、ルー。これだけルルーのルーの方でやると、ルルー視点での物語になるわけですね。はい。でですね、こういう風にフィールドがあってですね、まあお店がありますわね。はい。話しかけると、謎ぷよ対決になります。謎ぷよ対決というか、お題を出されます。はい。まあ、要は、カレーの材料を集めるために、いろんなところでお金の代わりに謎ぷよといて、カレーの材料をいただいちゃおうっていう、よくわからんシナリオなんですよね。らっしゃりーな。あ、商売してる。人参はいるぼーん。うん、いくら？なんだ？謎ぷよといたらプレゼントだーな。こいつ名前なんだったっけな覚えてないな、キャラ全部。はい、こんな感じですね、画面は。右下に、まあ、達成するべきお題が出ます。はい、青ぷよ全部消し。はい、要するに全部消せばいいんです。はい。やった。最初はもう、どえらく簡単です。はい、キープよ。ちょっとレベルアップ。横にしないといけない。まあ、こんなんね、ぷよぷよやってる人からしたら変なカッパだと思いますけども。で、今ね、お題をクリアするたびに、青い玉がね、増えてきたの見えましたかね。うん。後から説明しようか。お見事だ、これはあげらんな。もう、難しい、こっちに。これ多分、もう一回、話しかければ、別の会話も聞けないですよね。お、ナスグレイブ。ナース、怪しいお店発見。ふんがーって。怪しくなーす。じゃあ何のお店なの？なーぞぴよ。もう治療もらえるのはなす。なのかな？はい、お邪魔ぴよ全部消しです。お邪魔ぴよは、ぷよぴよね、を隣で消すと一緒に消えてなくなります。ちょんちょんちょんですね。
あそこにね、1問突破、あと2問っていう風にね、書いてある通り、まあ、クリアすべき問題の数がね、出てます。あと今、ブラーンって光りましたね。今、黒い玉、ね、1,2,3,4,5,6,7,8 箇所か。全部でね、右側にあります。あそこが全部、青で満たされると、レベルアップになります。うん。レベルアップしてどうなる？これはね、実はね、見た目やばそうだけど、実はそのまま OK だけなんですよね。レベルアップして何かが強くなるのかどうかは覚えてないです。ただ、ね、実は、玉ねぎだ。お金はいいの？いや、ナース。やった、ありがとうね。玉ねぎだった。ナスをくれる絶対も出た。お、スケルトンテイ。なんだ、お茶が欲しいのか？いや、ない。カレーの具を探してるんだ。それじゃ、お茶受けの薬莢はどうかな？あ、それ欲しい。じゃあ、俺の出すすべての謎ぷよを解いてもらおうか。はい、アルルの表ね、表示されてます。これ、単なるね、可愛いアルルが見えるとかだけじゃなくて、実は体力があります。実際にやってみますけど、例えば、3連鎖すべし、これ失敗しちゃうと、あーってなります。で、まだ変わんないね。ちょっともうちょっとやってみようか。あーでやっていくと、ちょっと表情が変わる。これがね、体力がなくなっていくと、実はアルルの表情がどん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 変わっていって、まあ最終的に、まあ一番やばい状態になったところでミスをすると、まあ、ゲームオーバーになっちゃうんですね、このゲーム実は。で、レベルが上がると、体力全回復。はい。ってなって、また、口が開いたアルルになるわけですね。口が開いたアルルって言い方悪いけど。どう？なかなかのもんでしょ？さすがだ。じゃあ、約束通り、ラッキョウはやろう。やった！なんだかラッキョウあんまり好きじゃないんだけどな。俺カレー食べるのに、ラッキョウも福神漬けもつけないですけどね。あ、福神漬けはまだいいけどね。ねえ。使って、何を売ってるの？いやい。怖い。私、名前忘れたな。同時に消すべし。どうやっておくべきかというと、まあこういうことですね。まあこの辺はね、まあこの辺はまだ簡単ですけど、まあ最初1面は全部まあね、基本ということで、ちゃんとお見せしていきます。それ以降は、カット入れるかな、少しずつね。イエスすべき。はい、こうね。宙に浮いてるぷよぷよがいる場合があるんで、こういう場合、例えば下に潜り込ませてとかね、いう動作が必要になってきたりもします。ですから、まあ、普通のぷよぷよでは考えられないようなテクニックがね、必要になってくることもあります。それはまたいつか見せることがあるかと思いますけどね。あ、じゃがいも。ありがとう。ん？照れるな。で、当選棒してるドラゴケンタウルスでしょ。こいつはですね、このエリアのすべての謎ぷよを、まあ、謎ぷよを出す相手と、まあ、勝利するというか、材料をもらえて、初めて戦えるボスです。それまでは相手にしてくんないです。他は通さないよ。どうしてなの？通りたければ、あたりには謎ぷよ解くんだね。はい。使用、難易度と、あと、条件がちょっと厳しくはなります。でもまだまだ。ほいさ。はい、リブラップ。そう、これね、間に滑り込ませるっていう、これ、ね、テクニックが必要になってきます。中に入れて回転。はい。この手段を使ってですね、ものすごく細い中をね、こう、えぐるように入っていくような、ところもあるんですよね。ちょっと待って、考えさせて。ちょっと難しくなってきた、さすがに。多分左でいいんだろうけど。OKOK。まあ、わかんないときはね、とりあえず一回置いてみて、どういう風にぷよが落ちて消えるかをね、見るといいと思います。これ多分黄色と紫を消せれたらいいんじゃないかな。OK。うん。ちょっとドキッとするでしょ。いきなり難しくなったって思うでしょ。冷静に考えたら実はなんてことないんです。はい、負けちゃった。じゃあねー。ん？
釣りは負けないからね。美少女コンテストで。大体いつもそんな話ですね、ドラコは。はい、ステージ2でございます。意外とテンポよく来たね。お、これハーピーかな？なんかすっごく嫌な予感がする。あらひげほろあれそう、音痴だよね、確か。わー来たー、誰か助けてー、ビビが死ぬー。失礼なー、あなたなんか、ナッツアップよ。はい、お、ちょっと、ステージの枠が変わりましたね。9匹同時に消すべき。ちょっとここら辺から難しくなってきます。皆さんわかります？これ。うん。9匹同時に消さなきゃいけないので、これ4つ揃えたら消えちゃうわけですから、4つ揃わないようにしながら形を組み上げていかなきゃいけないですね。で、どこをどうしたら9匹消せるのかっていうところが難しいんですけども、確かね、こうで、こうで、で、こうする。うん、オッケー。ちょっと、難しくなってきたでしょ。ちょっと頭ひねりない。かと思えばこんな簡単なコースも出るけど。ちなみにですね、これストップをしたら出るんですけども、実はね、諦めるっていうこともできます。あと、まあ、ヒントも実はですね、一回失敗すると、ちょっとしたヒントが出ることもあります。あ、ちょっとしたヒントが出ます。うん。で、諦めることはできるんですけども、諦めて後回しにした問題は、実はいずれまた出てきちゃうっていうのがね、これまた難しいところなんですよね。はい。だから、あんまり諦めるやってたら、どんどん分かんない問題ばっかり溜まっていっちゃうので、やっぱり解けるときには解いておきたいですね。あ、ちょっと諦めるやんやった。今のはボタンの間違いね。ちょっと待てよ。まあ、難しくなったよ、いきなり。待てよ。おい、難しいぞ。一旦消えて。どういうこっちゃ？ちょっと待ってよ。右消せばいいのかな、もしかしたら。ちょっとそうしてみますね。右で消したら、邪魔ぷよが消えることによって赤ぷよが消えると思うね。そこから連鎖が始まるんじゃないのかな。ほらほらほら。結構頭使うね。せっかくなら一発クリア目指したいですね。あ、4連鎖。待ってよ。多分、だけど、左上で点火だね。赤、ちょっと待ってよ。でも緑で点火しなきゃ。黄色はそこに置いて。赤。ちょっと待ってよ。やってみるだけやってみようか。こうかなと思った。全然違った。あー、待ってよ。ということは赤と緑と逆か。逆っつってもな。あ、そっか。これでいいのか。じゃあ。こういうことよね。はい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 。溶けると気持ちいい。意外とカットできねえな、これ。もしかしたら。普通に難しいどの問題も。見事なぷよさばきだわ。ロジーを開ける。あ、どうも、写真だ。お互いに認め合わないと、ラララララ。ほんじゃまた。ほんじゃまた。こいつ何だったっけな、名前。いちいち名前思い出せんね。お客さん。何？なぞぷよやらない？受けてたそうじゃないな。怖え。重視同時に消すよし。ああ、はいはいはい。緑をね、これ上に置くと、画面外に出てるぷよは一緒に消えないので、ああいう消え方をするんですよね。それを利用しての同時消し。これもだから頭使わないと。こういう考え方はね、普通のぷよぷよで絶対やらないですからね。12匹同時に消すべし。これこのまま落としちゃったら20匹消えちゃうので、お題は達成できません。
中に消すためには、あ、ごめん、そこじゃない今のはただの操作ミス。チャンチャンチャンって、さあさあ、ここここピュー、すべて消すべし。これはまあでも、まあまだまだちょっとね、それなりにはクリアできるかなというレベルですね。すごいので組みを差し上げましょうね。はあ、どうもありがとう。じゃ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 ーん、またややこしいのが。なんだと実際じゃーんっていう名前だったような気がする30匹同時に消すべし。てかぷよぷよって1匹なんだね。1匹、2匹なんだね。あ、まあそうか、生き物だもんね、一応。ちょっと待ってよ。そこでストッパーをかけて、ここでストッパーをかけて、ごめん、逆だと思う。え？いいんか？あ、いいんだ。こうで、こうで最後に、パンっていける。オッケー。面白いな。でも意外とこれ久々にやるとね、2色同時に消すべし。はい、2色と言われた場合は、まあ文字通り2色。でも、待ってよ。紫。水色で消して、結果2色消せるような流れにするんだけど。あ、わかった。これでいいんじゃない？ほら、これで2色でしょ。おっしゃー、オッケーオッケー。皆さんどうです、溶けてます？まあ私が先に溶いちゃう可能性はありますけどね。8連鎖で、ここでいいんじゃない？違うんかな。下のお邪魔ぽよが消えて、水色が消えて、で、紫が消えて、緑が消えて、ほら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 。ここは本当に頭こねこねですね。じゃじゃーん。あ、品物だ。風味がとても良くなるでごじゃる。ごじゃる。本当にあの、ぷよぷよシリーズでいろんなキャラがいますよね。いろんな語尾がありますよね。これは有名なスケトルだな。今でも。ぷよぷよシリーズに登場してる。ね。解禁賞ではないのかな？俺と一緒に踊ってくれ。いや、恥ずかしいもん。チュッ、しゃあない。じゃあ、この謎ぷよ解け。解け。なんだよ、解けって。じゃあ、ぷよすべて消すべし。こういう時ね、右上のネクスト、まあね、どれだけ残ってるのかをよく見て判断する。一見さらりといけそうに見えて、さらりといけるね。さすがにまだ簡単だな。こうで、こうで、こうですね。ブーユーすべて消すべし。これ、今のと一緒じゃね？結果的にね。あ、待って、違うな。待ってよ。これダメだな。やり直し。ちょっと待ってよ。同じだと思ってたら、お間違いね、同じじゃねえな、これ。だったら、組んじゃえばいいのか。間挟んでね。こうで、こうだ。おう、いや、いいよね。この謎解けた時の気持ちよさ。難しければ難しいほど、ね。気持ちいいんだよね。はいはいはい。まず、この水色を埋めなきゃいけない。で、多分こっち色をまず先に消してしまわなきゃいけない。で、ここに黄色を置きつつ、もう一個の水色を消すと、パーン！
やだ。おっと。ちょっと待ってよ。お邪魔ぷよの上にある赤ぷよの数から、どこがくっつきにくいかを判断したらいいんじゃないかなって思うんですよね。そうなると、1345、1345。ここら辺かな。全然理想と違ったけど、結果おらい。なかなかやるな。いや、まあ、それほどでも。ホビーこれやるよ。あ、黒胡椒、ありがとう。黒胡椒は英語じゃないんだね。多分これで全部かな。あの、なんか騒がしいんですけど。あんた誰？あと、マンドレイクです。は？ごめんなさい。あの、謎ぷよ解いてください。気が抜ける。でも、エリア2のボスですからね、一応。難しいよ、難しい。全部で5問解かなきゃいけない。ちょっと待ってよ。どう消したらいいのか。こうかな。これで、で、さらに真ん中を消してしまえば、そうだね。うん。おー、頭使う。お、レベルアップ。レベル8になりましたね。3連鎖すべし。ちょっと待ってよ。赤が消えないように緑を点火。あー、赤が消えないようにっつったでしょうか。ちょっとー。こうですね。オッケーオッケー。うん、やっぱ赤い難しい。3連鎖するべし。ちょっと待ってよ。赤が消えるわけだから、緑がストッパーになればいいわけでしょ。やったらこうすればいい。よいしょ。カップをすべてくすべし。黄色。あ、待って、いいんだいいんだ。多分だけど、こうで、で、ここで赤まで一回消すでしょ。で、黄色邪魔だから消してしまったら、消えると。オッケーオッケー。大丈夫よ。あーっと、待ってよ。こういうのが一番困るんよね。まあ何かのイラスト。まあこれだったら道路標識みたいな感じですよね。どんどん落ちて消えるでしょ。赤ぷよがでも残りそうなんだよな。下手に来たら。この辺かな。あ、全然違う。真ん中の上の赤ぷよが残る。だからどうしなきゃいけないの？ちょっと待ってよ。横のぷよをずらさんじゃなくて、下に潜り込ませたらいいのかな？あー、まあ、イメージと違ったけど、まあいいや。消せたから、まあ。まあ、ラッキーでね、問題が解けることも、まれにあります。それも大事かと思います。これでいいの？あ、いいです。素晴らしいです。はい。じゃあ、ここ取っていくよ。あの、どうぞ取ってください。何なんだろうか。はい。お、時間が、あ、24分か。いいね。多分あまりカットできないことも考えたら、これぐらいかな。最初のパートは。これちなみにスタートをしても、セレクトをしても何にも起こりません。うん、まあ、勝手にセーブされてますのでね。はい。まあ、途中でやめても問題ございません。ということで、はい、しばらくですね、この、ぷよぷよの謎めいた世界、を楽しんでいきたいと思います。皆さんもね、一緒に頭こねこねして、まあ、私が先に解いちゃうかもしれないけどね。一緒に楽しめていただいたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、スーパー謎ぷよのプレイ動画、次のパートに進みます。